します。ちょっと冷たい、ここがね、おへその、多分私の手の方があったかく感じるよね。すごいあったかいマネさんの手が、そんなすごい冷え冷えじゃないけど、時期でもちょっとね、うっすら汗かくからそれが冷たくなっちゃったりするので、これって痛いですか？いや全然大丈夫ですね。苦しい感じもなく、もうないです。なんかあります？なんかこの表面の傷かな、ちょっとだけ硬い感じがする。その辺されるとなんか張ってるのが分かりますね。そうね、左側の方が結構感じるかな。あとはね、大腸の方も下がってくるとこだから。でも比較的柔らかい方だね。あ、それは良かったね。お腹が硬い人っていうのはどんな感じなんですか？まあ何が硬いかにもよるかな。こう、なんだ、小腸とか大腸にこう内容物、便とかが溜まってる硬さなのか、そもそもっていうか、もっとこう腸自体が少し硬くなってたりとかっていうこともある。なんていうかな、筋肉と同じで、たくさん使うところが硬くなったりとか、こう滞ってるところだとこう血流が悪くて硬くなってたりするので、なんか腸のこう壁が硬いのか、中に物が溜まってるのかによるかな。あとは硬いところは冷えてくるので余計に硬くなる。食べてるものもそうだし、食べ方もそうだし、あとはなんだ、精神面も結構出るかな。常に気張って緊張してる人だとやっぱりお腹は張ったりするし、あとなんだ、緊張してる人だとよく空気飲み込んでお腹張っちゃうとか、呼吸がうまくできてなかったりとかっていうのも関係するかな。多分そういうのもね、腸内細菌のバランスに関わるんだと思うんだよね。食べ物だけじゃなくて、確かにお店を辞めて、そう、こうその緊張とか、そういうのはなくなりましたね。緊張もね、ほら、いい緊張ならいいけどね、嫌だなとかね、そういうのが多かったね。こうギュッて体が縮こまるようなのだと、他もそうなるから、消化悪くなったりね、ガス溜まりやすくなったり、
で夜遅くまで働いてたんで、勤めてた頃は、うんうんね、寝る時間とかね、食べる時間とかも、うん、確かに夜中にカップラーメン食べるみたいなそれですぐ寝るっていう、マック行くみたいな、うん、ひどい生活してます。そういう時ほどなんかそういうの食べたくなるのよね。そうなんですよ、疲れてる時ほどこう余裕がないからね。余裕ないからあの看板見ると、うん、お疲れって私を見てる気がしてちゃってましたね。そうね、うん、また美味しいんですよね、その時間に食べるポテトは、うん、そういえば今そんな行きたいと思わないですもん、そういうところ。すごいお腹空いてて、でも時間なくってって時に、うん、まあ、コンビニ行ったりとかはあるけど、そういうのにね、気づける余裕がないとね、うん、どんどん体ね、傷んでいくだけだから、うんうん、だいぶなんかお腹いいかも、うんうん、そこ休みの日は、うん、あのガート粉でチャーハン作ったりしてるんですよ素晴らしい。はい、じゃあお腹こんな感じ。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤーモミをよろしくお願いします。